何焦ってるんだよ。忘れてたの？君を解放する話だよ。解放？どうやって？私が彼女のふりをする。彼女のふりする？うん。コメットはあなたが好きなの。私が彼女のふりして断念させるよ。やっぱダメだ。絶対いけるって大丈夫？なんだか文句あるの？私が彼女になるのが嫌なの？面白い。そんなに彼女になりたいんだ。ちょっと品がないわね。盗み聞きして。私が下品だって言うの？うん、その通りよ。あんたよりはマシ。私と恋人は契約を結んだの。彼は嘘をついてダメなの。あんたは彼に嘘をつかせようとした。ってことはあなたが契約違反した。契約違反は法律を破るってこと。警察を呼ぼうか？この子ちょっとヤバくない？いつもこんな感じ。うん、いつもだ。何をブツブツ言ってるの？あのね、恋人に泣きついても無駄だからね。ふん。恋愛ごっこもう飽きた。じゃあね。ふふふ、恋人、私今言ったことには法的根拠があるんだ。すごいでしょ。本気でそう思うの？もちろんだよ。恋人、彼女はあんたのことが好きだ。付き合って恋人。降りてこい。恋人、ちょっと。恋人、降りてこい。恋人、こっち来てよ。降りて。恋人、この人絶対わざとだよ。もう付き合ってらんないよ。帰ってくれ。恋人、絶対降りないって思った。あー、ケビンさん、騒音被害を受けましたけど。はあ、何するの？あ、恋人、臆病者。恋人、ここはどこ？何があったんだ？誰か、これは一体どういうことだ？僕はなんでこんなところに？元彼たちの話言ったよね。君は？彼らに不満があった。まずは僕をここから出してよ、シン！私の不満気づいた？わからないよ。僕をここから出してよ、シン！シン！ここから出して。ダメだ。僕が間違ってた、シン！お願いだから許して、シン！やめて、やめろ、シン！やめてくれ、やめてくれ、シン！妊娠した。嘘でしょ？ちゃんと書いてるよ。恋、何か言ってよ。僕、嬉しすぎて言葉が出ない。ふん、やっぱり画像加工したね。誰ならもう少し丁寧にやって。先生の電話番号くらいはちゃんとしないと。契約書によると、恋、あなたが嘘をついたらアシスタントとしての時間を延長しなければならない。これでもう1年あなたと一緒にいられるんだ。私が考えたことだから責任は私が取る。言ってみて、免れるには何すればいい？何でもするの？もちろん。恋に、彼女のすっぴん見たことある？ないよ。すごいメイクだね。何が言いたいの？はっきり言えば。今私と恋人の前でメイクを落としてくれたら、さっきのことはなかったことにするよ。いいよ、クレージングちょうだい。もうやめなよ。やめてほしいならやめてもいいけど、もう1年私のそばにいてもらうわ。メイク落とすくらい大したことじゃない。あなたのすっぴんが恋人に見られたら振られるかもよ。もちろん最終的な決定権は恋人にある。もう1年私のそばにいるか、すっぴんを見るか、どっちかよ。恋、なんとか言えば。どうするの？もうやめなよ。もういいって。メイク落とさなくていい。恋人、私と一緒にいたいの？
1年って足りる？足りないなら2年。いい加減にしろよコメット。何を考えているの？すっぴんで恥をかくとでも、それとも彼女といたいの？僕は意味はないよ。ただ喧嘩やめてほしいだけだ。もういい、つまんない。わからないよ。僕をここから出してよ。ジン、ジン、ここから出して。ダメだ。僕が間違ってた。ジン、お願いだから許して。ジン。